長、お久しぶりです。久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はエアロー、はい、エアローとフロートのこのグリルのグリルを、はいはい、変えていこうという。エアロー僕たち外せるんですか。頑張ってください。頑張ります。やってみましょう。はい、まずどっからいきます。とりあえず一回じゃあオーバーフェンダーからで最後にこのフロントのエアロを外して、はい、で最後にグリルっていう感じで、はい、はいはい、あ、じゃあ一個ずついきますか。そうですね、はい、じゃあまずここからいきますか。はい、じゃあこれを使ってそれぞれ、はい、はい、ここにネジが止まってますんでそのまま回して、あ、はい、手がかじかんで全然動きません。あ、なんか落ちた。あ、ヘッドが。半回転回してまた戻すと戻るの。はい。なんですかもう。あ、なんか車いじってる音してるね、なんか。カリ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 。工具がないのよ。工具がないからこうやってボーっとしてる。外れた。外れました。いい音ならないんだけど俺だけなんでならないの。あ、そういうことか。これこれやってる。容量つかんだわ。あれ俺のあれがどっか行っちゃった。あのネジの先っぽネジについてんじゃん。ネジについてない。何やってんだ。怒んないでよ。あったマジで落としてる。すごい。あー行っちゃってんだよこれね。絶対お前に整備を。お前が行っちゃってるから。今回サングラスを新しくしてました。どんどん食えないの豚感が。大丈夫？はい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 。次と行く。おー。へー。じゃあ、あーでもだいぶ印象変わりますわ。車の。すごいすっきりした。うん、印象やっぱ変わりますね。いいいい。クラシックになってきた。サウナ丸めなんだよね。丸めだ。丸めさ。こっち来てらっしゃる。いや、見えないから。眩しいって見えないから。いや眩しいから。こっちってなくて、はい、まだ見えないんじゃん。ちょっと剥奪してみて。お前はもう仲間じゃない。やめてくれ。やめてくれよ。仲間じゃないお前。戻った。え？手出してもらっていいっすか。見えないっす。ライトじゃなくてお前のサングラスが悪いんだよ。サングラスが悪いんだよ絶対。どうだろう。ピート、あの、どけてピートさん、離れて。できました。いや取ったわ。ちょっと待って。俺結構大変だな。いやいや、俺だからこれ取った。お前はもう仲間じゃない。弱くなっちゃうから。じゃあ、グリル。グリル、行きましょう。横も前も取れまして、グリルをノーマルの方に。変えたいと思います。ここか。その前にライトベゼルをちょっとこれを外さないといけないので。
これそのまま、はい、押すだけでここよし、あちょっとグンと押してもらって、おえあじゃあ下行きますか、あすいません、はい、これもよっ、はい、なんでこういけんだろう、おい、普通にいけんだ、めちゃゆるゆるめちゃくちゃゆるよし、そしたらまず今度ここのビスと、はい、ここのビスをまず外していただいて、はい、あくん結構暗い場所弱いんですよ、いや、まぶしい、あ、怖い怖い怖い、まぶしいよ、暗い場所弱いからね、あくん、ちっちゃいから大砲で引っ張りながらしたい、取ったぞグリル取ったぞ、ポロッと落ちちゃう、上から今度逆の上から一回入れて、おーよっ、はいはい、手慣れ感出すね、あはい、はい、はっ、おおはっ、はい、おおおおおお、拍手が軍手なのなんですよひとまず純正のパーツ登ったとで、エアロを取って、はい、理想の顔に近づきましたか、そうですね、今誰ぐらい、また一本顔は今ですか、うん、今それそれちょっとそれはどうなん、今誰ぐらい、そうここは使わないんだろうな、まっさりくだろう、はい、というわけで少しずつまた一歩理想に近づいたということで、はい、渡辺さんありがとうございました、いい、はい、ありがとうございました、どうもどうもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、どうも、はい、というわけでですね、今日はグリルとエアロを外しました、うん、外しまして、内装の木の板を決めました、うん、色を決めたわけなんですけども、今後またさらにタイヤとかになってくる、タイヤもそうですし、マフラーとかもありますし、まだまだやることはたくさんあるので、うん、ぜひこれからもチェックよろしくお願いいたします。